友達でもう全速力な感じで。でもそこそっち側に乗りたかったんじゃない？どうしても。その東横線で、あれやな、こっちから入った一番端に行こうと思ったらずーっと端まで行かない。そう、ずーっと端まで。1箇所しかないやんね、確かに。そうです、降り口の場所だとかね。そうか、降りる駅の、ね、降り口の階段の場所はそこで、降りたらすぐダッシュしなきゃいけない。まあそれはその人に分からんけど。まあでも、おい、変わった人やな。面白かった。変な人やな、それ。変な人やな。じゃあ僕も、一歩行かせていただきます。はい。そうそう。ミルさんがさっきね、言ってましたね。鹿児島の、白熊プリン、うん、あの白熊プリンの、あ、白熊のアイスの発祥地、へお店やってんだそこは。へえ、プリンやケーキ持ってんだよって。ケーキ？へえ、ミルさんが持って行って乗っけてるだけじゃん。プリン、プリン。だそうです。じゃあ本日も行かせていただきます。はいはい、俺でんや、俺も俺でん。はい、はい、あ、行って。パート2、はい、あー、忘れてた、今すっかり忘れてたよ。俺でんか。じゃあね、僕もじゃあ、伝説というかね、僕も結構大食いなんですよ。モスリンさんも言ってましたけども、で、高校の時はやっぱ一番野球もやってたんで一番食ってましたね。ほんで、やっぱり回転寿司でね、何本食えるかっていう、当時ちょっと安い1皿88円の回転寿司屋さんがありまして、ほんで僕と連れがいてたんですけど、駅に、まあ、座ってたんですよ。ちょっと遊んでたんですけども、腹減ったなってこう連れが言うて、で僕はその時免許を取るのにお金を下ろしてて、10万円ぐらい持ってたんですよ。ちょっと気が大きくなってたんですよ。俺は金持ってんぞけよみたいな。ほな、目の前にバスがスーッと来たんですけど、そのバスに寿司ネタがずらーっと書いてたんですよ。それ見て、連れが、うまそうやなーって言って、ほな、俺が、こうもう大きくなってますから、よっしゃ、ちょっとついてこいっつって、まあ、ほんで、その、安い回転寿司屋に連れてって、よっしゃ、じゃあ、もう友達やってるとこなんですよ、腹いっぱい食おうっつって、そこで僕がですね、自己ベストで36皿、回転寿司で36皿食ったんですよ。ほな、連れて行った僕の友達が42皿2人でね、1皿88円なんて1万近く。これはでもなかなかそこまで食うやつはいないという感じです、ね、でもモスリンさんに負けてますよね。負けてるね。いや、30何皿食ったら結構すごいよ。僕牛丼やと特盛り2杯に大盛り1杯が自己ベストやね、1回でね。特盛り2杯食って大盛り食うのがベスト。でも俺の連れ、そのよう食った連れは特盛り3杯食って何を食べる。すごい。で、割と僕らの中ではすごく大食いな2人やったけども、さすがにでもね、50皿はよくわ。寿司。あ、でも84個だから42皿。でも42、でもその前にだって、あ、じゃあ僕の友達ですね、おにぎり。そう、おにぎり4個もあるけど、その前すごいですよ。僕らもう究極に腹減ってたそれですから、うん、相当やけどね、もう。うん、選んでたらダメやもん、もうパッパパッパいかんと。もう確かに、どんどんお腹膨れちゃうもんね。そうなんですよ。で、多分おにぎり食ってそこに行くまでの間にちょっと膨れてきますよね、完全に膨れてる。だから先生はそれ狙いじゃん。当然、ね、だってそんなに食わせたらパンチ。おにぎり4つは食わしすぎですよ。せめて1個でね。なるほど。でもそんなに食べたらなんかお皿が、お店の人がこう足りないから取っていったりするんじゃないですか。ずっと置いてある。置いてある置いてある置いてある。だってその回数、そうそう、数えながら、うん、ほんで置いてんのがいいやん。俺らもう、こ う, う、ね、自分の中でこんだけいった、もう1個いきたいみたいなさ。そんな感じで、俺でんでしたけど、もうね、さ、まあ、皆さん3人にモスリンさんに負けてるもんって言われてますね。負けてますよ。これはでもね、俺なかなかこれ負けてなかったけどね。40は食えなかった。40だけ、今ではもう20いったらいいところぐらいですけどね。そうか、今は無理だね。無理ですね。寿司もそうですね。そんなもんな、大体そのもうバイキングで元取れなくなったもん。あれですか、うん、もうダメ。どれくらい食べたら
だってそんなあの美味しくなくなっちゃうでしょ、ある程度以上食べたらもうそこになってから食いたいと思わない年になってしまったからもうダメだね。まだあれだな、がっついてる年ですけど、それでも食う量はやっぱ減ります。スポーツやめてからガクンと減りましたね、うん、やっぱりスポーツやってる人はやめるともうダメだね。やっぱ食べますよ。あ、なるほど。いや、でもさ、小杉さんにねお話も聞かせていただきましたけども、早速じゃあ、はい、もう1曲、はい、聞かせていただきましょうか。はい、1曲ですね。はい、はい、お願いします。じゃあスタンバイお願いします。スタンバイします。ちなみにやっぱりデルさん電気落とした方がいいんじゃないですか。うん、雰囲気出てた。じゃあこっちの、こっちも多分落としたミールさんが緑とか全然生えてなかった。ミールさんがぜひワンコそば。ワンコそばね、俺やりたい。モスリンさんやったことあります？ないんですよ。やりたいですよね、ワンコそば。一回ね、ワンコそば。俺はそれね、思う。ワンコそばはね、やりたいですね。うん、かき氷とかはね、あんまり食べれないんだよな。ワンコそばはちょっとやってみたいね。うん、やってみたいです、やってみたいです。犬は食べれません。結構そうだよな。さあ、今日はこの後、死にテストコーナー行きましょうか。はい、ね、今日はモスニーさんゲスト一人なので、たくさんお話ししていただきたいと思います。ミユさん、この前はゲストさんお人数やったから、ね、あんまりゆっくりお話聞けなかったんですが、うん、今日はいっぱい聞けます。そうですね、うん、ゆっくり行きましょうか。まず早速、モスニーさんに一曲聴かせていただきましょう。はい、それでは一曲いかせていただきます。今日はすごくいい天気だったんですが、朝風が気持ちよかったです。今朝も実は8キロほど歩いたんですけども、河原を歩いてて、そこを通り抜けていく風がとても気持ちよかったです。先週来てくれたあの石川拓磨さんがあのインストでその曲をやってたりして、すごく僕も好きな曲。
はい、あ、花笛やと綺麗やな。美しい音色です。美しい音色。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。また後で、後ほど、モセさん、うんうん、今日は、どの曲の方もね、聞いていきたいと思いますので、お楽しみください。じゃあ、行きましょうか。はい、恒例のコーナー。本日もコーナー参ります。はい。あなたのことをもっと知りたい。みなみゆりのドキドキ心理テストコーナー。はい、今日もゲストさんのね、はい、心を丸裸にしちゃいます。丸裸に。まず第1問、TL の方もご参加ください。参加ください。あなたが夜目を覚ますと火事になっていました。何か一つだけ持って逃げることができます。何を持って逃げますか？ A 洋服、 B 食べ物、 C 財布、 D 写真、 E 貴金属や宝石。どうでしょう。僕だったらギターなんだけど。あ、絶対ギター持ってるよね。絶対ギター持ってるよね。そうですよね。でその中でだと D、 D です。食べ物。え、あれ？じゃなくて写真。ああ、D、あ、写真 D。B、食べ物。B、食べ物。皆さんどうでしょう。C が多いかな。ゆりちゃん持ってくって。そう、 C 多いお財布。家にあんの？確かに。違う。家にあんね。ゆりちゃん人形とかあったりする。私もちなみに写真を選びました。それ持って逃げてたら面白いやろな。あの人形、人間用がだいたい実物大のやつで、真顔でこないで走ってくる。すっごいことだね。はい、それでは皆さん、 ありがとうございます。じゃあ行きますね。緊急事態に持ち出したものはあなたの最も大切にしているものの象徴です。まず A 洋服を選んだあなた、ソルジャーさん、象徴、洋服の象徴は自己満足です。あなたにとって最も大切なのは自己満足。エステやダイエットといった自分への投資があなたの満足となっています。 B 食べ物を選んだあなた、北野さん、食べ物の象徴は生存です。あなたにとって最も大切なものは生存、つまり平穏な日々です。ほどほどに働いて、ほどほどに貯金をする、そんな平穏な日々があなたの幸せです。全然違うじゃん。続いて C、お財布を選んだあなた、たくさんいらっしゃいましたね、はい、お財布の象徴はお金儲けです。あなたにとって最も大切なのはお金。好奇心も旺盛で、リスクの高いギャンブルや投資が好みのようです。またお金の使い方も比較的大胆ではありませんか。屋根裏さん、屋根裏さん。違う違う、俺今ね、ミールさんも、ミールさん、ミールさんが言ってんのがで選ぶ。その中に写真も入ってるし。マギさんこんばんは。洋服も食べ物も買えるでしょ。いやいやいや、次 D 写真。いや、ほら、お前言い訳してるわ。財布の中にいろいろ入ってるもん。金目当てはもう。モスリンさんに、象徴、愛情、友情。あなたにとって最も大切なものは身近な親しい人。記念日や誕生日を大切にし、プレゼントなどを奮発する傾向があります。でもそれ以外の場所ではちゃんと貯蓄ができるしっかり者でもあります。そうかな。いやでもぽいぽいぽい、なんかそんな気がする。E の貴金属、宝石を選んだあなた、その象徴は地位です。あなたにとって最も大切なのは地位や名誉です。上昇志向の高いあなたはブランド品などに対する憧れも高い傾向にあります。堅実な投資が得意であり、自分への投資も怠りません。おお、なるほど。自分は、私はあの宝石。あ、D やったか。宝石じゃない、宝石じゃない。写真、写真です。写真ですね。あ、D やった。大丈夫、大丈夫。いい、いい、D が一番よかったね。やった、やった。奮発しそうですね、モスリーさん。あ、でもそんなに奮発してない。あ、そうです。うちの女房の誕生日は必ずバラの花束。え、あ、素敵。毎年ですか。あ、でもやっぱ絶対毎年です。あ、で、差し召しといたのが、一昨年のやつを差し召しといたのがすごく可愛らしいバラで、それは毎年咲いてます。あの、四季咲きのバラで。え、差し召しっていうのは、その花束にしたのをそのままあの終わったと直近して、あの土に刺しといて、そこがちゃんと芽を出して、へ、毎年うちの庭で咲いてる。めっちゃいい。そうなんですか。もうおしゃれや、おしゃれですよね。めっちゃいい。あ、でもね、しそうしそうしそう。
大笑いって言うと怖い。うちはあの基本的に家族の誕生日は、はい、他の人が全員料理を作ってその人のところでその人のために他の人が料理を作るというのが昔からの で家族が増えた場合だから結婚したら家族が増えるから、はい、その誕生日もそういう形にするあみんな集まって集まって基本的にやるというスタイル。めっちゃ素敵や。そのなんていうんですか、家族のみんな仲良くなれそうですよね、うんうんそう食べるっていうのは基本だから ね, そうね。だからみんなが作れるものをそれぞれが自分の得意料理を作って出すっていうスタイル、はい、へー、うわおしゃれやなそうなん、めっちゃ楽しい、うん、なんかちゃんとやっぱり そういうのをしそうな雰囲気がありますね、小杉さんは。と言いつつ、今回僕の誕生日はできずに、うん、あの三重行っちゃってたんでできないんで、え、つい最近やったんですか。4月の8日、お釈迦様の日に、だからみんなあのお釈迦様のお祝いをみんなやって、最後にみんなでハッピーバースデーをそのライブ会場でみんな見てくれて、そうそう、うん、お釈迦様の800年ですね、今年が、あ、去年が、うん、確かそうです。さすがお寺の息子。そうそう、なんで来月あの長女の、あ、じゃない、次女の旦那の誕生日と僕の誕生日を合わせて、うん、6日にやるって言ってる。あ、近い近い、うん、1月遅れで、僕の誕生日とそっちの誕生日を合わせてやる。なるほど。だから自分の誕生日祝いなのに自分が料理を作るという。へぇ、そうですよね。でもみんな、他のみんなも作ってるよ、うん、あ、すごいよ、素敵やな。素敵。スリーさん、人柄の音楽に出てますって、うんうん、あー、それはもう、それはもうすごく思います。写真のアイクラウドで、そうね、すごい、バッチリ当てたということで、うんね、第2問に行きましょう。それでもすごく思うな。第2問、1本の木があります。何人が手を広げると囲むことができる大きさですか。はい、大丈夫ですかね。もう一度読みますかね。1本の木があります。何人が手を広げると囲むことができる大きさですか。 A. あなた一人で十分。 B. 誰かと二人で囲めると思う。 C. 3、4人いるといい感じ。 D. 5人以上必要だと思う。 C. B. でっかいのがいいな。大きな。なんかパッとイメージしたのが3人やったら、これ控えめな方がいいと思ってるんですよね。あ、そうです。そういう歌は読まない。そういう村役がダメだと思う。その根性が汚れていると思います。B って言ったらやめろと思うんで、ハネロさん B って言いました。 B、 なんかちょうどいいとこ選んでる。私もちなみに B 選びましたよ。あ、やっぱそうだ、博士さん。いやいや、私が言ったらいいってわけじゃない。みんなの買っちゃった。 B 強制的に。そうじゃさ、お一人で。ではそろそろ参りましょうか。はい、A 選んだあなた、自己完結しやすいあなた、身近に家族や友達パートナーがいても人間は所詮一人だからと一線を置いて接していそう。このため周囲の人は寂しい思いをしているみたい。もっと甘えてみるといいでしょう。ソルジャーだね。ソルジャーさんは。ソルジャー。協調性か。そうそう。ああ、そっち。そうです。今気づけへんかった。じゃあ B 行きます。2人で囲めると思う。はい。距離がめっちゃ近いのがあなたの基本スタンス。ある程度付き合っている人に対してはそれで問題ないのですが、初対面の相手にも同じように親密に接するため時々支障が出そう。罪作りはしないこと。おお、罪作りはしない。最後のいらない。その一番いいんじゃない。余計な。よく一番言わなかったんだからね。 C、 3、4人いるといい感じ。はい、風通しのいい人間関係があなたのモットー。つかず離れずいい感じで人と付き合っているようです。ただあっさりしすぎているため環境の変化にボロいのは欠点。もう少し連絡を取り合うとパーフェクト。 D、 5人以上必要だと思う。マスリンさん、あなたはかなり自分勝手なタイプ。人恋しくなるとベタベタとくっついているので、一人になりたいときは親しい相手でも邪険に払いのけてしまいそう。自分がされて嫌なことは相手にもしないことが大切です。いや、合ってないですよね。いやいや、意外だ。いや、バーッと考えるとね、やっぱり屋久島の大きな木を。ああ
なるほどな。俺でも3人ぐらい。ちょやっぱりそんな感じやと思う。つかず離れずやわ。私はあんまりやってないかもしれない。うん、あ、何やったの？私は B でした。B よと。距離がめっちゃ近い。初めに。罪作り。違う。罪作りだ。ああ、そっか、見つめ合って罪作り。インフンでるね。見つめ合って罪作り。さんに向けられた言葉のような気がしますけどね。さあさあ行きましょうか、次の問題、ね、はい、行きましょうか。じゃあ第3問、じゃじゃーん、91。おい、次の言葉の後に言葉を埋めてください。難しいな。水たまりはなんとかかんとか。え、第2問も一緒ですね。次の言葉の後に言葉を埋めてください。あの子ってなんとかかんとか。あ、雨降ってかと思った。字固まるじゃないですよ。え、水たまりを、あ、上、自分で勝手に考えてください。水たまりは、あ、大谷さん売ってくださってる。あ、わかりやすくて嬉しい。水玉でジャブジャブと、あの子って水玉でもちゃ、水玉、水玉でやった。あ、ありがとう。あの子ってワンダフル。あの子ってめっちゃかわいい。水玉りは何ですか。あー、確か深いか。あ、あ、何でもいいやろ。何でもいいやろ。何でもいいですよ。久野さん、水たまりはまたぐ。またぐ、うん、あの子って変わりもんだな。変わりもんだな。うん、ふん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 。割とやろう。かわいいふうしてですか。飛んで当たろう。寂しがり。おぉ、え、飛んで、飛んで当たろう。ちょっと寂しい、さんさんと必ず入る。必ず入る。急に。あの子ってあれだわ。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 あれがあれだわのね、精神だね。割と、あの子って割とやるもんだね。大丈夫ね。はいはい。ミールさんとか大丈夫ですか。うん。うん。まあ、行きますか。行きますか。はい。まず、水たまりはなんとか。はい。私、はい、このつまりイコール私の本当の姿はなんとかっていうことでした。またぐ、またぐ意味がちょっと解説が難しいねこれ。あ、でもこう何か問題難しいね。いやいやいや、え、なんとなくこう、だってソミヤさん必ず入るとか全然意味が。でもこれがなんかこう人とかと考えたら必ず入るとかやったらそういうなんか、うん、僕と同じように僕だったらジャブジャブ必ず入ってくる。そうそう、こう移動接するのは好きみたいな。またぐやって、うん、うわ偉そうやな。偉そう、偉そうやな。これ飲めないよ。飲めないよ。飲めないよ。何やろ。飲めないよ。飲めないっていうか食えないっていうか。何やろ。飛んで渡ろう。私はちなみに何、本当、あ、水たまりは楽しいにしました。本当の姿は楽しい。うん、楽しいやったら嬉しいですけどね。嬉しいですけど。ああ、でもなんとなく私もバシャバシャ入るんで楽しい。そう言われると、うん、じゃあ、あの子っての方に行きます。はい。あの子ってなんとかかんとか、うん、つまり好きな人の前ではなんとかかんとかでした。誰が、自分が、ん、そうそう、自分が次の子の前では、自分が好きな人の前ではなんとかかんとか、可愛いそう、好きな人の前では可愛くなる。モズリンさんは好きな人の前では素敵になる。あ、素敵になる。それはそうだよ。素敵、そうですよね。バラの花とか渡すね。当たってる。俺変わりもん。当たってると思う。当たってると思う。当たってると思うで、ほんまに。面白い。変わりもんになると思う。割とやるんだ。好きな人の前では割とやる、ね、割とやるんですよ、あなた。俺もあれだわってかけるそれさ、あれだわ、あれだわ、あれがあれだわ。今の母ちゃんの好きな人の前では寂しがりなの。あー、なるほどな。あ、これそういう人もいてるかもな。あー、そんな感じだろうな。ワンダフルワンダフルワンダフルになっちゃう。ワンダフル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 
私はちなみにあの子って可愛いにしました。可愛く可愛く入れたらいいんですが、それは何、あの答え見てから書いたんや。違いますよ全部その前にやってますよそうでございますか。そうですそうです。なるほどなるほど。うんうん、まあまあまあ、ちょっと変わった心理テストでした。なるほど、今日も3問。あ、もう3問やりましたか。はい、3問ですよ。じゃあまた来週ということですか。はい、はい、今日もありがとうございます、はい、また来週。やりますやります。花笛教室やる前にちょっとあのまたモスリさんに花笛で聞かせていただくですよね。うん、せっかくなんでちょっとね聞かせていただいて、そのまま花笛教室に移りたいと思います、うん、じゃあモスリさん、はい、できれば2曲ぐらい。あ、はい、わかりましたじゃあセッティングお願いします。じゃあ、この後モスリさんに、2曲演奏していただいて、はい、その後花火教室、うん、今週やりたいと思います。みなみちゃんとてるさんとね、2ヶ月ぶりですね。そう、結構久しぶりやん。先月なかったんで、ね、そうそうやそうや、そうだそうだ、先月は多かったイエスとかね、非常にたくさんいらっしゃって。そうだそうだ。じゃあ、この2ヶ月で数段上手くなってるという、ね、ことなので楽しみに、皆さんしていただけたらなと思います。どうですか、セッティングは OK ですか。ギターはいけねえまだ刺しておりませんでした。どうぞどうぞ。よいしょ。北野さんは花笛コーナーはしないんですか。そうだね、なんか引き手になっちゃってるからねまあまあでも、thank you.
曲っていいですね、その季節に、こう聞くといい曲やな、いい曲だなと思いつつ、松田聖子さんいい曲多いですね。そう、いい曲随分多いんですよ。続いても今日あたりもこの花がそろそろ咲き乱れる季節になっておりました。
置いといちゃいますか。まだそのままどうも。まだ。うん、まだはいはい。じゃあこのまま。いやそうか、完全に向いた方がいいんじゃない。腹食い曲線よりもそっち側に行った方がいいよね。あ、そうか、そうか、そう考えるか。持ってっちゃえば、このまま持ってっちゃうから。そうですね。じゃあそのままズリズリズリと移動した方がいいのかな。うん、あ、そうか、モスインさんに こちら側に座っていただこう。そうです、ね、そうです。あ、それも必要ですか、モスインさん。もしかしたらマイクはいらないか。でも、てるちゃんさんの椅子、うん、大丈夫です、出すよ。おいや、まあ、そっか、でスタンドそのまま、そうですね、座っちゃいましょうか。はい、はい、トト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 トの音ですね。はい、やります。はい、よいしょ。いやー、花水木よかった、堺スイートピーも、ね、結構、花水木はやられてる曲ですか。そうですね、この季節になると。あ、そうなんですか。もう季節もんで完全にもうものにしてる感が長く歌ってる感がありましたけども、すごいな。いいね。じゃあ、まあ花田教室やりましょうか、はい、今月は、はい、久しぶりです、ね、久しぶりですけど、課題曲は何でしたか。春が来たです。春が来た、なるほど。春が来たってどんな曲か、ね、ああ、はい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 、ですね。そうですね。じゃあこの高さで一回まず吹いてみましょうか。これじゃあ低いんじゃない。低いよね、ここじゃダメだね。一人で吹いてみて、うん、もうちょっと高い方がいい。あ、もう少し高い方がいいですね、はい、だよね。なんか早いところが難しいんですよね。どんな感じ。せーの。下げた方がいいな、これは、うんうん、飛ぶとこが、うん、飛ぶときに音程がこうピーンと当たらずに少し探しちゃうってとこかな、うん、ね、これ音が飛ぶっていうところがね、飛ぶところってやっぱ取りづらいんですよ、音が。じゃあ、あとね、一番取りづらいのが出だしの音。あ、そうですね、口の、自分の口がどの位置にあるかって分かんないでしょ、うん、そこから音程変えるとき、実はそこからいじっていくから一番最初が出しづらいんですよ、うん、だからそこをまず一回音出したら覚えとく。もう一回出して。はい、じゃあそのままそこで出たとこで前奏なしでいっちゃいます。せーの。
きっちり飛べてますね、うんうん、さっきよりずっと、うん、いい感じです、はい、もし初めのとこが、うん、そうだな、音が詰まると速いと難しいんですけど、どうしたらいいですかね。あ、もう一回やってみて、そこ。大丈夫大丈夫大丈夫、十分大丈夫だ。はい、いけた。いいじゃん。パッパッパッって、オセンさんみたいにやってなかったな。パーバ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 ーで全部こう食ってるというか、今のはチャンタタタンタタタンタンタンタタタンタンなんで、分かれてたらすごく良かった。それをやるときに息の使い方は咳払いの息なのね。そう、それでタンタタ、そうそう、そうそうそう、そういう風にいけばいい。切れた切れた。じゃあもう一回いきます。上達しましたね。そこでこの咳払いの息で一つ一つ音を切ると、そうするとあの綺麗に、何にもやらないと、そうそうそう、ああそんな感じだったんですね、うんうんうん、ってやるとすごくだらしなくなっちゃうね、うんうんうん、それをこう息を一発一音一音切ると綺麗になります。なるほど。でもこう狙ってる感じがしますよね。だからうんうん、うんうんうん、ってこうポンってこう大杉さんが行くけど、ああ、もうそっちの方が自然だな。うん、ずいぶんいい音になりました。最後もう一つ上がればいいんだけどな。本番ちょっとフラットしてみたいな。もう一つ話に出てたのがビブラートですよ。ああ、ビブラートっていろんな方法があるんですよ。揺れればいいんです。結局は。なんで、音程を取ってるのは口の大きさがで取ってるんで、口の大きさが微妙に変わればいいんですね。で、一番簡単な方法、これね、お化けになる。指が動く、指がこうリズミカルに動かしてやれば、で、ほっぺた叩いなわけで、それと同じことで、でもこれは邪道ね。あとは横隔膜を揺らすという方法。これはあのクラシックの歌手の方がビューラウトをかけてこの横隔膜をしたという。批評は誰でもできるけど、やるな努力がいるんじゃいって言われてしまいましたね。で、僕のやっている方法はそういう役柄なんやけどな。ウーさんこんばんは。おーよよ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 よして舌をおよよ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 という舌の動かし方をしてる。息出さなくて、息出さなくておよよよよって言ってる舌の動き方だけ。口が狭くなってるんじゃない？中で舌を、およよ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 よって言ってみてくれます？それ外して。およよよよよで、声を出さない。で、声を出さない。声を出さずにその下の動きをしてみる。下を動かすだけ。およよよよっていう時の下の動き、それを声をつけない。今日の番組の最後に息出しちゃダメよ。およよよの下の動かし方だけで息を口から出しちゃダメ。それ口から出てる。来週もおよよよよ。およよよよよの口をするんだけどっていう動かし方をするだけで口から息は出さない。今およよよって言うと口からおよよよって口で息出しちゃうと、舌をなんか振る振動させると結局中の容積が変わるんで、
そんな感じで、それを少し慣れれば、はい、大丈夫になります。で、あのずっとつけると不自然になるから、あの最初つけずに、でこう最後にだけつけるとかね。そして消えていくとか。そうそうそう、そんな感じで、上手。いい格好して、そんな形で。あれでもなんか今違う。歌う時のビブラートにして、うん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 、それでいいです、うん、あの付け方は何でもいいんですよ、自分のビブラートつけ、あの最近なんか口の中に空洞がないような感じの音になってるけど、今すごい、うんうんうん、そのままだ、うん、ちょっと練習してみます、ちょっと練習すれば大丈夫だと思います、はい、ビブラートの練習ですか、はい、はい、ありがとうございます。で、次回もこの曲、はい、あ、次回は曲まだ決め、次回はちゃんと曲決めましょう。ビブラートせっかくか伸ばすのが多い、はい、伸ばすのが多いやつで、はい、春じゃなくなってくるしね。そうですね、来もう夏の曲、もう夏でもいいかな、夏が来るね。ああ、まあ何でも自分の好きな、あの別に季節関係なくてもいいし、自分の、うん、好きな曲でいいし、うん、こういう、なんていうの、昭和じゃなくてもいいし、昭和か、昭和じゃなくてもいいし、はい、ありがとうございます、はい、てるちゃんさん、てるさん、行きましょう、どれでやります、10人行きますか、あー、なるほど、あー、それ以外もやってるけど、固まってないもんね、あー、うん、固まってるのはやっぱりいいな、ちょっと、ちょいちょい、あの後とかも抜きますよ、僕、あ、いいですよ、大丈夫です、僕それか、それかもうそっちのマイクで行きますか、そっちでいいでしょう、まあ、僕のあれはあんまり関係ないので、てるさんのあれ、てるさんこっちへ、どうぞ、椅子一つお持ちいただいて、僕がこの端っこ行くわ、てるさんこの間に入りましょう。あれからレベルアップというか何か変えたところあったんですか？してない。あの曲自体はないけど、てるさん自体がもうレベルアップしてる、すげえ、なんかハドル上がってるか、お店の機材もね、お店の機材からまずね変わってますから、こっちに気を取られて、でもゆりちゃんすごいいい音になったね。本当。そうそう。頑張ります。で前からなんかそのワンワンワンっていうのがあの気になってる、うん。ピタッピタッというか。スタッカートというかさ、パッパッパッっていう。音の切れが良くなって、あとビブラートがつくようになるとまた随分音楽的に、ちょっとテルさんもちょっと見せとかなあかんじゃないですか。見せとかなあかんじゃないですか。よし、行きますか。ワンコーラスでとりあえずやりて。Thank you.
そんな感じです。やっぱもう完全に上級コースですね。なかなかでも、うん、なんだろう。フレーズはだいぶね、あの、ここはこのフレーズっていうのが増えてきましたね。まあ、こういう感じで、だいぶ固まってきました。こんなのどうって言ってもらったりして、うん、確かになかなか、うんうん、そんな感じ。音的にはどうなんだろう。僕は逆になんか、あの、なんでしょうかね、なんかその、逆になんか、なんていうんですかね、狭い、口の中が狭くなるんですかね、なんかその、うん、ちょっと細いんかなって思うんですよね。音色がそうでもないですね、うん、もうそれは体のあのほら喋ってる声がそもそもモスリーズ太いじゃない、うんうん、だから鼻笛やっても太いんですよやっぱり。そうなのかな。それは、うん、あの声の響きと結局同じようなからね、うん、それはじゃない。何そこどこ腹映してどうするびっくりしたカメラいじってアカウントもいいってことだよね。一番触っちゃいけないってことだよね。もうそうそうなんか、うん、思ったかな。そこはあとあれだろうね、走り込んでそれこそ呼吸を長くあのできるようにするとか、肺活量を上げるとか。ピーって行くときはなんかピーってなんか行くんですけど、逆にあの低いところ歌うときもうちょっとローが出るというか、なんかするとすごく。だって俺喋り声僕基本結構高い、うん、実は。あ、やっぱりそういうの。でこれモスリンさんは低い声で喋れるから、うん、多分その差は出ますよね、出るよね、鼻笛やっても。だからあと、まあ、音の出し方を低いとでも前より僕ね、うん、低い音全然出なかったんですよ、うん、最初。だもう前よりもう数段数十段上がってるもんね、全然太いって太い、そうそうそう。あ、なるほどな。だからそれはあとも練習でなるべく出せるように、うん、出せるように。あとはやっぱりその練習でいつかだん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 少しずつ出るようになるという世界で。ちなみにモスリンさんから見てこうあのフレーズでもいいし音のことでもいいんですけど何かこうあります？あのね、今聞いてると僕も最初そうだったんだけどビブラートを全部にかけちゃった。あ、そうだ、全部にかけないで、だからここだったらつけないで、でとかつけるとかってそのメリハリをちょっとつけたんじゃないかと。あの全部同じにしちゃうとちょっとつまらなくなるから、そのビブラートをつけるつけないとかその音色の変化を少しずつつけていくとかっていうそういうところをやった方があのより良い演奏になっていく。あ、なるほどな、なるほど。歌詞を決める、それはでもいいかも。やりすぎちゃうって確かに確かにそれはあるかもしれない。おー、やるやん。でも、あれですよね、細かくでも隅々まで決めていったらもっと、うん、多分それはそれで、ね、どんどんね、うん、今もそのフレーズも、ここはこうだけど、そのここからここの間はまだちょっともう、うん、そうだよね、ちょっと探りでやるっていうような流れがちょっと遊んじゃうところがまだあるから、うん、それもでも一回ほんま全部決めてみたら面白いですよね、うん、ここでビブラートも決めるっていうのまで細かく設定してしまえば、うんうん、もうあとはもうライブのステージに立つのみ、うん、そ, うそこまでやってもらったらもう立たせるしかないですよね、うんうん、でほらこの間やっていただいた本格的なスタッカートというか、あの、うんうん、トルコ個人曲、はいはいはい、でほらゆりちゃんが今日やったようなのがどん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 レベルが上がるとあそこまでいくって感じで、ね、あれはちょっ と, それと も, もうあの全然一つあれでできるのがね、ここまでなんですよ。あれは、ね、うん、あの普通に今の教えた切り方だと、それを一つの音をこう、あの実は舌をこれ実はあの禁断のテクニックなんですけど、普段は鼻笛って口から音を出しちゃいけないんです。っていうのはここ の, その空気の流れを遮ってしまうんでね、はい、それを逆に今は舌を動かすときに出してるんです、うん、でここで音をぶった切ることによって音を2つに分けてるんですね。そういうちょっとテクニックだから、普段出しちゃいけない口の息を使いながら音を2つに割るというような手法を使ってるんですよ。だからこれはなかなかそこまでこう体得するのはちょっとかなりこの笛にかなり慣れてなからじゃないとかえって乱れてしまうかなっていう。禁断のテクニック、
まあ、あれは思いました。そういうのばっかり求めちゃうと普通のができない。まずは綺麗に普通に吹けるのがまず最初で、それでそれができるのでどうしてもこう速いフレーズが吹きたくなった時にそういうのを少しずつやっていくっていう感じかな。だから本来はやっぱりこれこの楽器ってあんまり速い動きって得意じゃない、ね、良さが出るのはやっぱり伸ばすとものが、うんうん、あのテクニックを磨くっていうのはもうあれは、うん、上級者どころでないですよね、あれは。これは超絶って感じ、本当にこう超絶テク、お前にはできんのかと言ってチャレンジを受けたからやったっていう話であって、ね、もう早弾きみたいなもんですね、ギターのギターの早弾きそういう、まあ、今のは金の早弾きって話あったけども、はい、そういう、まあ、ちょっとマスターカーとかも含めて、はい、そういうのを、まあ、できないのをどんどん練習することで、はいはい、普段のそういう吹き方に、まあ、あの厚みが出る、まあ、いろいろ練習するのはもちろん、うん、あの、ね、悪いことはないんで、うん、いろんなことをやってみて、うん、どっかに絶対生きてきますよね、うん、いろんなテクニックを、うんうん、でもまず基本のやつがあのいつも言ってるんですけど、練習としてはロングトーンって言われてるものだけど、オクターブ飛ばしてロングトーン、うん、で今の一つの音をなるべくそのこの時はビブラートをまずつけないで練習で、とできるだけ音をで、それができたら最後につけるんだら、つけるんだけど、まず何にもないストレートでオクターブ飛ばしてストレートができるっていう練習をずっとまず基礎練としてはやっといて、それからやった方が、そうですね、絶対そうだと思います。こういうやっぱり時間があったらそういう基礎練っていうのは やれたらやった方が、今の聞いててもこの、なんていうんですかね、吹いた息をどんだけ 鼻笛の音に変えるか、それ空気をどんだけ生かすかっていう、その割合を変えるじゃないですか、モセミさんで、はいはい、高い時にピーンって出したと思ったら、低いところに行った時にちょっと空気を混ぜてみたり、はい、ビブラートかける直前でちょっと強くして弾いてみたりとか、はい、なんかね、その空気と音にする割合を扱えるようになったら、すごく多分ニュアンスが増えるんでしょうね。この単純な楽器だけにきっとニュアンスが、はい、鼻笛ってこれは実は5オクターブ出すだけなら出ます。ただし楽曲に使えるのは3オクターブ半ぐらいかな、うん、ぐらいです。これ、ね、管楽器と同じですね、うん、そうなんです。あのさっきのちょっとその練習法っていうのは、あのフルートで有名なトレバー・ワイっていう人 の、 あの教則本なんかの練習法としてこうちょっと紹介されてたやつを使ってるんですね。飛んでからのロングトーンというのが見そうですね。難しいですね。これって本当に感覚だけだから、飛ぶの得意じゃないんですよ本来は、うん、音が飛ぶのが、うん、でだからこの練習をしておくと音を飛ぶのが楽になる、うん、なるほど、うん、口が覚えるというか、そう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 、こう飛ぶイメージがこう、うん、常に出来上がってくると、はいはい、音を飛ぶときにその変なところに飛ばない。なるほど、ね、確かにあのシャグランドポンって当てたらなんかこう、あ、うまいって そこで思いますもんね、うん、あーピーってこうなんか上で動いちゃう、遊んじゃうピーってこうね、一発でいくとやっぱり、あ、気持ちいいですね、うん、聞いてても、うん、これはもう練習しかないね。まあ、そう、結局はそうなんだ。結局はこういうもんってみんなあのものすごい簡単な楽器だからすぐみんなで吹けるけれ ど、 ど、ね、やっぱりこう安定して吹こうと思うとそれなりの練習はやっぱり必要になってくるという。じゃあ、みなみちゃんの次の課題はビブラートか、ビブラートスタッカードを使ってビブラート、はい、テルさんはそのビブラートを使う位置まで、まあ、曲のバランスを考えるとここは入れてここは入れないとか、はい、この鼻笛は陶器のものは、飯能のくすみ陶房というところの、佐々木さんという陶芸家の方が作っています。あと木製のものはいろんなところで作られてるんですけれども、日本では花笛ポッポコピーと言われているあの制作者集団がいるんです。そこが作っているのと、あと今非常にたくさん作ってるのが三重にある日本花笛協会伊勢友の会の副会長の大工さんなんですけど、彼が
大量に作っています、うん、大工さん、大工さんなんですおなるほど、結構作られる方が日本には多いですか、うん、あとね、今川口あたりで陶器で、はい、あのブレスレット、ブレスレット ここをね、ぶった切ったようなサイズにして、はい、ここの穴が要するにこの位置がもう一番上に来たような形の粉、はい、でここがブレスレットになってる花笛を作ってる男の子たちが川口あたりに、でアクセサリーとして、アクセサリーなんだけどこうやってやると花笛にもなるよっていうようなスタイルで、うん、そういうのを、ね、作ってくれてる子たちが、去年あたり、うん、そういうの作ってくれて、でこれから売ってきこういうのをあの販売してきますっていうので挨拶に来てくれたんだけど、そ そういう子たちとか、ね、だいぶでも、ね、あの聞きますもん、花笛っていう言葉を最近あのライブする時とかに、うん、聞くようになりましたね、うん、でもそれでも十分アクセサリーになってますよね、うん、それでも十分になりますけど、ね、うん、本当にホテルでやるときはこのままで入っていくのに全然違和感ないですよ、いや、僕さっきのあの悪魔みたいなやつ、悪魔みたいな、そうそう、ね、あれはどこ製って言いましたっけ、あれもこの久住東郷さんがあのちょっと焼きにあの塗りを入れてやったらどうなるかっつって試してみたやつなんですね、かっこいいな、あれは魔除けです、魔除けですよね、うん、あでも持ち手がちゃんとあるんですよね、下に、あれはね、持ち手のついてるやつ、ね、なんか青みたいな、なんか、うわ、資料だ、竹っちゅうのもありましたね、ありました、あとあのシーサーみたいな顔に作ったやつとかね、そういうのもあるし、からあのインドの象 の鼻みたいなした神様みたいなの、そんな格好で作ったりとか、いろいろね、あの制作者は遊んでますよ、でもそういう風に遊び出したらまた広がるでしょうね、うん、ファッションとしても、実はこの花笛ポッポコピーっていう制作者団体の中に、はい、あの女性で一人そのアート作家がいて、その人はいろいろ泳げたい焼きで作ったりとか、下駄で作ったりとかね、この下駄の格好で作ったりとか、あるいは人の似顔絵、あのそっくりの顔であの自分の自画像のやつを作ったりとかね、その誰かが似顔絵で、似顔めちゃめちゃ嬉しいですよ、そう、似顔のその似顔の人の鼻には鼻笛がついてるみたいなとかね、そんなのを作ったりとかしてる人もいるし、鼻笛に模様は自分で絵を描けばつけられますね、あー、キキ様じゃないしなんで、のぼさん、こんばんは、お値段はこの、陶器製が一番高くて5000円です、はい、それから僕が扱っている木製のものが3000円、それからプラスチックのおもちゃが300円ですよね、だいたい楽器屋さんだと420円くらいから最近とか、高いところで600円とかで売ってますね、結構もう楽器屋さんにも出回ってるんですか、うん、このプラスチックのおもちゃはちょこちょこ出回って、あとあのベトナムのものが出回ってるんですけど、これは音の出ないやつから出ても1オクターブぐらいしか出ないような粗悪品が結構混じるんで、ちゃんとあのきっちりセレクトをして出してくれるショップじゃないとちょっと怖いっていうところがあるんですよ、この木製のやつは僕の扱ってるのは4オクターブまで出る笛なんですけど、はいはい、やっぱりね、これがちょっとあのこの間も実は三重で、はい、ある楽器屋さんから買ったって持ってきて、なかなか吹けないのよっていうね、うん、見たけど1オクターブしか出ない系だと、これは粗悪品だからダメだって捨てろっつって、代わりに僕の持ってたの1個あげたんですけども、ちょっとやっぱりひどいものも、そんなあるんね、うん、ちょっとね、実はある、有名小楽器屋さんなんですけど、やっぱりこんな粗悪にちょっと何かの時にあったら、そこの店にはこんな品売っちゃいかんよっていう話をしなきゃいけないなっていう、いやですね、うん、片谷大杉さんはあの、ね、その人に合う花笛っていう風に、うん、あの合って売るっていうのが、うん、できるだけやっぱりね、あのせっかく買ったけど吹けなかったっていうのは、うん、 そうですね、その人もやっぱり楽しくないからね、やっぱりこの世は楽しくいかなきゃいけないから、うん、それはやっぱり僕の本意じゃないんで、それは絶対ありますね、確かに、そもそもね、さっきお話しされたには、うん、敷居が低い、うん、ね、うん、手に取ったら誰でもすぐ吹けるっていう、うん、あでベトナム製だと一番安いやつだと3個200円とかね、そういうのもあります、安いです、でもそういうのはまず音が3本のうち1本出たら儲けもんだと思ってください結局高くついちゃう、うん、
そうですね。だって、プチじゃないけど、あの木のやつでも2500円とかじゃないですか、はい、そんなに言うても買わないじゃないですか、うん、それとやっぱりちゃんと音出るの買わないと、それこそ本当に吹けなかったら楽しくないし、やらなくなるから、うん、せっかくの楽しみいいものがね、嫌なものになっちゃうもんね、うんうん、できれば本当にね、あの吹ける人にこの花火がいいっていう、うん、その合ってるとか、うんうん、やっぱりそれは、うん、間違いない、間違いないし、まずやっぱり楽しめると思うんですよね。楽しめなきゃ本当にやんないと思うし、うん、ねえ、それはね、なんかもう全然額が違うっちゃったら考えもんやけど、ね、最初の触りはこっちでええかと思うけど、 そこまでじゃないし、だからね、今300円、3000円、5000円だから、あの高いったって知れてるんですよ、ね、楽器としても安い、楽器として考えるこれでも本当にもっとずっとこう時代が、あの花笛っていうのが完全に認知されて、はい、それこそヤマハだのなんだので扱っちゃったら桁が一つ、うん、僕が吹いてるのなんか多分桁が2つ上がるんじゃないかな、あセレクト品というような形で、多分コンサート笛とかやっていて、多分桁が2つ上がるでしょう。あの宗次郎の吹いてるオカリナレベルですから、これって多分この辺のやつは1000本1本ぐらいなんですよ、このレベルの笛って。だから多分あの宗次郎の吹いてる笛を売ってくださいっていうのと同じような、そんなイメージのものになっちゃうんで、多分桁2つぐらい上がるでしょうね。だからそういう楽器屋が扱いらっしゃったら、うん、介入してくるとそうですよね、うん、あー、ありえるな。でもそうしたくないんだよね、大人の事情がなんかいろいろ、でもそういうんじゃなくて、みんなでこう楽しくやれるのがね、やっぱり一番、花笛の起源はですね、何節かあるんですけれども、多分なんですがブラジルです。ブラジルのアマゾンの原住民が、ブラジルなんだってな、こう鳥の鳴き声を真似して神様との交信に使ってた器具だという説が一番強いです。ただしカナダの、レイティブかもしれないです。時代とかって、まだわかんない、もっとずっと昔の時代で、そしてさっき見せたこのプラスチックのおもちゃ、これって実は1842年に特許が取られてるんですね、アメリカ、1842年に特許が取られてアメリカで、売られました。で、どこはアメリカ生まれなんですか。ですからそれは多分ブラジルのやつを見て、そのこの人がこれにしたという流れだという説が一番強いんですが、もしかしたらカナダのやつかもしれないなっていう、どっちを見たかっていうのでは多分ブラジル、もしかしたらカナダって言われてるんで、どっちだかはっきりしてない。で、今ベトナムで売られているものは、アメリカではなくて、これは起源はブラジルです。ブラジルからドイツへ渡ってドイツで作られている、そのドイツからの外注品と言われている説が今、あのベトナムとバリのものは、ドイツからの外注品という説が今一番主流になっています。ただこの辺って本当のことは本当にはわからないんですよ、多分そうだろうという。でも元は木からですかね。元は木製ですね。木製ですよね、うん、なんかそうやとしたらやっぱりなんか民族っぽいイメージが、楽器としてこれを作るかなっていう、楽器じゃないんですね、ね、感じしますね。ただね、元は楽器なんですよ。あの花笛というものの起源は、鼻で交信をするというのは、はい、鼻は嘘つかない、鼻は人の悪口を言わない、だから神聖なものとの対話は鼻を使う。なるほど。で、その起源は台湾のネイティブ、高砂族がネイティブだと言われて、あそこに今こういう笛があるんですよ。あのなんかね、20音が出せるみたいなね、こんなあの花笛でこう 縦笛なんですけど、そういうこの間ね、鼻息で吹くこういう感じのね、こうあのちょっとひょうたん笛に近いような格好なんだけど、あの鼻で吹く笛があって、でそれが元だと言われてて、そこからその文化圏としてはそういう鼻を使うという文化圏がずっと東南アジアに流れると、横笛の鼻笛がフィリピンにありますね。へー。とかあとちょっと上の方に流れて、やっぱりそのあとそのカナダから、あそのアラスカを回ってカナダ回ってというルートと、それからハワイの海を渡っていくルートで、ハワイには両鼻穴にある縦笛2個こうやって突っ込んでくる穴笛とかね、
そういう花笛とかがいろいろ世界、特に太平洋を結ぶ地域にずっと広がった。その元は多分台湾から降りてったの、登ってったの、海渡ったのっていうのが元が台湾だろうと言われてますね。形は様々、様々、ね、でもその要するに神聖なものにとの交信は花を使うというその文化圏として、花で使う笛というものは台湾を起源として流れたんだろうと言われています。その説面白いな。花を嘘つかない。だからまあそういういわゆる交信の器具ですね、多分あの神様とだけじゃなくてこれってすごく遠くまで届く音なんで、その多分交信に使ってたんじゃないかと思うんですよ。そうですよね、あの人と人か何かの、それは絶対ありますね。これは外でも多分すごく届くと思うし、前もちょっと行ったことあるけど、キャンプ場がライブステージになってる場所があるんだけど、はい、そこで僕が吹いてた時にキャンプ場の2キロ四方が、僕の弾いてるギターは全く聞こえずに花笛の音だけが2キロ四方どこでも聞こえてるって言ってたんで、2キロ、へえ、2キロ、うん、すごい花笛、すごいなそれ、2キロ、ギターは絶対響かないですね。で聞こえない、だからギターも割と聞こえるんやね、うん、割と聞こえるんだけど、さすがに僕指弾きだからさ、だから到底聞こえるわけがなくて、それが花笛だけは2キロ四方で楽に聞こえてる。すごい、だから要するにそういうのを通信にも十分使えたんじゃない。そうですね、へえ、なるほど、面白いね、面白い花笛の綺麗かな、いろいろ学びましたね、はい面白い話も聞けまして、まあまあ、じゃあ、来月のまた終わりに、はい、そうですね、ね、はい、新しい課題曲になるかな、そうですね、新しい課題曲で、はい、テルさんまた、そうね、我々でやりましょうか、ちょっとまた新しいチャレンジしつつ、この曲を固めていくということで、じゃあ花笛今日です、こんな感じで、ありがとうございました。じゃあもうこのまま曲の方に行きますか。そうですね、なんかちょうどいい感じの、そうそう、5分早いのでよかったら、もしかしたら2曲よ、2曲ですかいいですか、むちゃむちゃ言っちゃってます、じゃあ何やろうか実はそんなに考えてこなかったあ、いやいや、十分聞かせていただいてますけども、さらに聞きたいという願望が出てきたので2曲聞いちゃいましょう。できればあの歌の方も聞きたいと、めちゃお値段ですよ、くも言うとダブルで聞きたいという感じですけど花笛から歌、ほんまにそれいいっすね、うん、俺、やろうかなやってくださいよ、やりたくなってんだもん、だってブルースハープはもういてるやんね、うん、いてますよね、僕も昔やってたけど、ブルースハープっていうのは結構いてるけど、花笛は斬新やし、音がやっぱアコギに合うよな、そのうち花笛演奏家って何なのちょっと練習しようかな、面白いですね。あ、たまちゃんこんばんは、今からモスリンさんに、おねだりしてですね、2曲また演奏していただこうと思ってその後僕も演奏したいと思っております、はい、thank you.
さに包まれた。じゃあ次はちょっとまた歌と笛を混ぜようかと思うのですが、ジブリ合いますね、超いいな、合う、ほんま今の曲とかもうめっちゃ合う。次はですね、リックが曲自体もいいけどね。次は知らない人が日本で最も少ないほとんどの人が知っているんじゃないかという曲を1個やろうかと思います。ああ、これは多分ね、知らない人がほとんどいない、ほとんどいないただ歌詞を変えてます。公認されている替え歌です、人生の応援歌としての、前を向いて歩こうというそんな歌でした。
でやってた曲なんですけども、よかったらモスリンさん遊んじゃってください。よかったら遊んじゃってください。まあ G はもう仕方ないね。あ、本当ですか。それでは、またまた新曲をやりたいと思います。罪人の植えた木という曲をじゃあやります。I'm not afraid to die.
残された家族の痛みを掲げた歌い文句、晒された禅の裏は咲く、踏みつぶされた心、枯れるまで吸い取られた涙、二つに折れた背中、それでも視覚の目は捉え続けてる、見るほどになれて、なれるほど完結してないでね、言いましょうか。そうです、終わった。いやー、わがまま聞いていただいた、はい、素敵な演奏していただいたマスリンさんですが、はい、告知などございますか。そうですね、ちょっと待ってくださいね。そっか、実はですね、今週金曜日、アゲオなんですけれども、ハライチというところのハライチアスカフェ、あの北野君にも前来たことあります、はい、あそこでオープンマイクをやるんで、自分で演奏してみたいな、花笛も吹いてみたいなって人は、ぜひ、今回の花笛欲しいって人も一人来る予定になってるんですけど、そんなのでやりますので、27日、もし、来れるようでしたら、おいでいただければと思います。続いては、来月8日、恵比寿にあるバー、ややというところで、ここも大体、この出番は多分、ね、月1でほぼやってるんで、月1で時々人がいないというと月2になっちゃったりするんだけど、普通月1でやってますので、
それはもうモスインさんのステージですか、花笛教室じゃなくて。花笛教室じゃなくて、ただでもいつもそこに来た、一緒に対バンの人は大体花笛を買ってくるんですよね。そうでしょうね。みんなあんなに吹けるもんだと多分思てる。今苦戦してますよ。そして12日がまたハライチ、これは僕の、ワンマンか多分誰か頼んで多分ツーマンでやるぐらいになると思います。から13日が蓮田の、蓮田のね、なんつったっけな、ようなんとか寺っていうところでスマイルマーケットというところでやります。お寺ですか。お寺です。ここはね、新温密教の密教のお寺ですけどね、住職さんはネパールかなんかでずっと修行してきたっていう人で、ドラム叩きなんですけどね。なるほどな。そんな人がやってるところです、まあ、そんなあと、まあ、いろいろごちゃごちゃとありまして、あとそうだ、来月はあの例の、作ってもらった旗を持っていくのが5月の27日の27日、このパルヘジアの2日前に一応持っていく予定で今、はい、あ、じゃあ報告が聞けるということですね。多分いけると思います。あ、ついに結構やりましたもんね、長いこと、あの企画も、半年ぐらい、半年、そうですね、そのぐらいこう次々に書いていただいて、皆様どうもありがとうございました。いや、もう協力できてもう嬉しいです、本当に。じゃあ、以上ですかね。まあ、大体そんなもんで、はい、じゃあ、まあ、皆さんチェックしてみてください。お願いします。次のライブはまだ全然決まってないんですけど、この今年度からNHK 教育テレビの、月曜日夜の7時25分からの番組で「テストの花道」っていう番組あるんですけど、この「テストの花道」はなんかこう大学受験生、大学受験をする高校生向けの教育バラエティ番組 でそれに、はい、それに、花道の先輩として。花笛そこで花笛吹くの。花笛吹かないですけど、なんか教えるわけ。そうですね、高校生にその受験のアドバイスしたりとか、あと大学生同士でこう。なんだね、やっぱりリラックスするためには花笛吹こうよ。そういうことだよ。君、分かってるだろうね。煮詰まった時には花笛から歩いてない。じゃあそう言いますんで。あれ、なんかポケットかさばってんなって思うわけ。花笛をおもむろに。オープンマイクはらしいよ。めっちゃ勧誘してる。で、まあそれに、多分1ヶ月に1回ぐらいのペースで出ると思うんで、よろしくお願いします。初めに出るのが、5月7日ですね。すごいね。1時25分からなんで、ぜひぜひ見てください。おお、 NHK。 そうです、そうです。東工大の学生として出てます。いよいよ紅白を狙ってるってことですね。ほんまや、ほんまや。というわけです。以上ですか。はい、はい、じゃあ皆さんチェックしてみてください。お願いします。僕は、はい、僕はあの今週日曜日に、そうですよね、ハライチさんが2周年記念になってる、はい、先ほどあのモスギさんが告知してくれたハライチのアースカフェさんが2周年記念で、モスギさんが一応企画者になるっていうふうにとか、まあ、あの総合司会みたいなもんですね、僕ね。なんかみんな集まってお祝いしようという、で歌もまあ歌うという話で聞いております、うん、それに僕も参加しようかなと思っておりますので、12時ぐらいからやるっていうふうな、そんな感じですね。なんかもう飲み放題、もうひたすら飲み食いを続けるという。行かなきゃダメ。そうそう、行かなきゃダメですよ。近いじゃない、あなた。そうそうそう。僕、じゃあテルさんと花笛を持って、ね、僕が酔っ払って歌えなくなったテルさんが花笛を持ってという感じで、まあでもほんまお祝いしたいなと思ってますので、皆さんもよかったら、素敵なお店なので、料理も美味しい素敵なお店なので、ぜひぜひ来てくださいということで、まあまあ告知の方は以上ですね。はい、はい、じゃあ緊張の、あ、緊張の、そうですね、はい、番組告知、番組告知、はい、クラブパルヘジア、毎週火曜日夜8時から西武新宿線いよぎ駅南口徒歩すぐの中華料理屋さんチャイナスクエアにて配信しております。観覧無料でワンドリンク500円です。生の演奏そしてトークが楽しめる番組です。お近くにお立ち寄りの際はぜひ遊びに来てください。おー、なんかあれやね、
もうちょっとハードル上げていかなあかんね。あれスパイスが足らない感じ。あれするじゃん。今日のさん、ガチ。あ、いいですかね。はい、どうぞ。教育テレビなんという番組ですか。テストの花道っていう番組です。すごい、なんかためになる、大人を見てもためになる、すごい楽しい番組やから、そうぜひぜひ見てみてください。すごい面白いですよ。もう一度じゃあ賢くなる。もう一回何時って言ったっけ。夜の7時25分やと思います。夜の7時25分ですね。はい、月曜日です。はい、月曜日、はい、5月7日月曜日夜7時25分、はい、NHK 教育テレビ、ぜひ、テストの花道ご覧ください。大人でございますけども、はー、まあ、今日もまた2時間、やりましたけど、もすぎさん一言感想の方お願いします。はい、今日も楽しくやりました ね。この間みたいにいっぱいいるのも面白いけどね。ね、まあ、こちら側はもう当たった。そう、当たった。あ、そうだね、あれだとね、ペルちゃん一人だったから足りない。それは大変でした。もうてんやわんやでしたけども、今日はそういう意味では少し余裕があって、はい、できまして、もう楽しみで、もうあの曲の方もたくさん聴かせて、はい、もう本当にありがとうございます。もう皆さんも楽しんでもらって、ね、じっくり聴けたね。じっくり聴けましたね。またまたあのもつぎさんはまた来月の、はい、最終火曜日に、はい、そうですね、今度は岡ちゃんもかな。いや、うん、いやいやいや、7月、違います、7月に、あ、でもまだ決まってないです。あ、そうなの。まあまあ来れんのやったら呼んだったらいいし、うん、あ、でも5月はあれですよね、違う方と。別にいいんやね、一緒に、うん、来ても、そうだから、もちろんいらっしゃいって感じやから、はい、ぜひぜひ、まあ、もすぎさんは確実に来ていただけるということで、うん、お願いします。ね、そんな感じで、じゃあ最後、何ですか、今日の一発ギャグでしたっけ。いやいや、何よ、今日はあの南の花道を、うん、ね、あの、およよでいいんじゃないですか。およよが出ましたからね。花笛がないおよよ最後。はい、どうぞ。およよ。さあ、とんでもない一発芸だね。最後はね、P の、はい、マークやりましょうか。はい。ね、はい、さっきの方が良かったな。すごい、こんな。だって。さっきの方が良かったけどな。右手が棒で、左手が輪っかで、P を作って、皆さんありがとうございました。クラブファルヘジアって前に出してください。はい、ぜひ皆さんもご一緒にお願いします。はい、今日もありがとうございました。これだ、そうです、それですね。それでは来週もクラブファルヘジア、ありがとうございました。本日のゲストはモスリンさんでした。音楽賞笑いたいとき笑う、笑いたいように笑う、そんな単純なことなのにも簡単じゃない。真っ暗な部屋について電気の代わりにパソコンをつける。火曜日の夜クラブパルヘジア、クラブパルヘジア、笑顔を見つけよう、オリジナルの笑顔をハンドメイドしてくれ、クラブパルヘジア、クラブパルヘジア、オリジナルの笑顔、僕だけの笑顔見つけよう、見つけよう、見つけよう、見つけよう。